そうだよ、二人とも考えていることは一緒じゃない。それなのに喧嘩になるなんておかしいよ。ごめんね、取り乱したりして。うん、ありがとう。私なら大丈夫よ。さあ、次はどこへ？私、神岡くんと同じクラスで。新聞部の麻生みどりさんですよね。一度お会いしたいと思ってたんです。お噂は姉からかねがね聞いています。弓倉亜希子の妹のさやかです。よろしくお願いします。弓倉さんの、もしかして今日は取材か何かですか？本当はパート練習の時間なんですけど、いい音が出ないので、さやかだけロングトーンなんです。それでみんなと離れて。ところでさやかさん、さやかさん麻生さんもさやかのことはさやかさんって呼んでくれるのね。素敵、レディー扱いね。いらない？いいえ、よくってよ。
話すためにもさやかちゃんにしてくださいね、神岡さん。はーい、だから神岡さんって好き。私たちには言えないことなのかしら。お姉ちゃんには内緒にしといてもらえますか。誰にも話せないわ。他ならぬ神岡さんと麻生さんのお願いですからお話しします。去年もこんな事件が続いたことありましたよね。校舎の屋上から人が飛び降りたって噂もありましたよね。あれ、目撃したのさやかだったんです。本当なの？はい、本当です。あれ、半分だけ本当と言うべきなのかしら。初めて聞いたわ。さやか、とても驚いて保健医の先生を呼んで二人が落ちたあたりまで連れて行ったんです。でも死体はなかったと。はい、まあわからないでもないけど。という部分だけが噂の伝わる過程で抜け落ちたのよ。だからということね。さやか、嘘はついてません。Thank you.
またさやかが事件のことで何かを言うと変な噂が起きるかもしれないって。気にすることないわ、さやかちゃん。あなたは全然悪くないもの。そうでしょうか。私が保証するわ。悪いのは不正確な情報を人を傷つける噂に勝手に変えた人たちよ。そうですよね。次はどこに行くの？図書室？なぜ？ゆり、星原さん、星原さん、なんでここにいるの？私、こっちの図書室の方が好きだからここにいるだけです。何かご用ですか？私は事件って何ですか？原因不明の病気のこと。星原さん、率直に言うわ。あなた変な噂立てられて一部の生徒に疑われているのよ。知っています。知ってるのになんで黙ってるの？別にどうでもいいことですから。よくないでしょ。星原さん、あなたが原因じゃないんでしょ？だったら誤解を解かなきゃ。答えてよ。このままじゃ変な噂がどんどん広がっちゃうよ。星原さん、あれからもう1年も経っているのよ。今度の事件が去年みたいなことになるのは嫌なの。私が食い止めるから、何とかするから、お願い、私を信じて。何か喋って、お願い。
神岡さん、ダメ。神岡くん、落ち着いて。神岡くん大丈夫だから。神岡くん、カウンターが壊れたのには何か絶対原因があるはずよ。神岡くんが壊したわけじゃない。落ち着いて。神岡さん、何が見えるの？ユリ？麻生さんは黙って。神岡さん、何が見えるの？神岡さんが見えるのね。まだ見えるの？落ち着きましたか？何？何なの？個人を取り巻く世界の情報を把握しきれずにこぼれ落ちた思考は、仮の実態を伴って顕在化し、不価値な要素を一手に担い自我を守る。神岡くんが幻覚を見たってこと？そう、落ち着けば消えます。星原さんが落ち着かせたってこと？結果的にはそうなりましたね。